どうもこんにちは、ケゼットアイです。動画のタイトルでもあるんですけど、今日ちょっと手術を受けてきました。でベトナムで手術を受けるのはちょっと今日が初めてだったんですけど、まあちょっとどんな感じだったかとか、まあなんで手術したのかとかちょっとお伝えします。まずなんで手術をしたのかっていうと、ずっと前からもう覚えてない時からなんか胸の中心部に出来物みたいなものがあって、まあそれをずっと放置してたんですね。でするとまあその出来物がどん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 大きくなっていって、で最終的に3センチから4センチぐらいのもう本当に、これぐらいのね大きさにまで成長して、まあ、それがこう胸の、とこにあったんですけど、それがね最近になって急に悪化してなんか炎症を起こしてね、痛みもさることながら、まあ、ちょっと倦怠感とか熱とかも出て、まあ、多分そこの傷口から、菌が入って炎症して、まあ、それが原因でまあ体がだるくなったり熱が起きたりっていう症状がちょっとあったので、まあ、今朝ちょっと病院に行きました。で、まあ、診察した結果、まあ、ちょっとベトナム語でよく分かんなかったんですけど、まあ、とりあえずもう手術をしてもう切除するしかもう治らないっていう話になったので、まあ、急遽、今日手術をしました。どういう手術かっていうと、まあ、ちょっと怖くて僕ずっと目つぶってたんですけど、まあ、出来物を丸ごとくり抜いて取る感じだと思うんですよね。で今僕もまあこんな感じで今ガーゼ当ててるんですけど、さっきちょっとガーゼを取ってみたら、まあ胸のとこに、まあ穴開いてるみたいな状況ですね。ちょっと直接は、まあ、かなりちょっとグロテスクなんで映せないんですけど、まあまあ、よくはない状況ですね。で、まあ、飲み薬と、あとは塗り薬もらったんですけど、ちょっと塗り薬がもう痛すぎてもうつけれないですね。めちゃめちゃ染みてやばいです。手術する場所どんなだったかっていうと、まあ、結構簡易的な普通の診察部屋みたいなとこで、こう手術台みたいなとこに乗って、まあ、患部を囲う、患部だけを開けてるようななんかものをかけられて、でその麻酔をこう胸のとこに ね何回かブスブスって注射さして、でそっから感覚がなくなるまで待ってから、まあ、手術をしたんですけど、怖さと痛みがあって結構やばかったですね。手術自体は15分ぐらいで終わって、まあ、そっからただ傷がもうすごい痛くて、今はもう薬飲まないとちょっとやってられない状況です。そんな感じですね。で、治るのには、まあ多分1週間ぐらいかかりそうっていうところで、まあちょっとね、毎日このガーゼを、変えながら、ちょっと治療を進めていきたいと思います。皆さんもね、多分、まあちょっと調べたんですけど、まあ、アテローマとかいう、なんか病気だと思うんですよね。なんか、皮下腫瘍と呼ばれる、なんか出来物みたいなものだと思うんですけど、放置しすぎると僕みたいに炎症を起こして熱が出たりとか、まあ、最悪の場合この、アテローマというものは、まあ、癌化する可能性もあるみたいな、ことも書いてあったので、まあどっちにしても放置するのは良くないと思います。で大きければ大きいほどそれだけで、まあ、傷口も広がっちゃうので、その切除手術をするときに、なんでね、皆さんも小さいうちにそういう、自分も心当たりがあるという方は、まあ、病院に行ってもすぐ小さいうちに取るっていうことを強くお勧めします。でないとね、まあ、僕みたいにそれが大きくなってしまってから取るとね、だいぶ辛い思いを、することになると思います。僕昔日本にいる時に一回この同じやつになったと思うんですよ。でそれがなんかここら辺にできたんですよね、耳あたりの。でその時はめっちゃちっちゃくて、まあ、多分 0.23 センチとかだったんで、もうその日中にピッて取って終わって、
すげえ楽だった気がするんですけど、まあ、今回はね、まあ、ちょっとサイズがでかかったのと、まあ、あとは言葉が通じなかったものもあって、なんか余計疲れましたね。はい。まあ、そんな感じです。じゃあ、今日はこんな感じします。僕の運営するブログ、KZY テック、日本脱出の教科書というブログでも、海外転職についてとか、あとはダナンでの生活について、あとはプログラミングについて、記事を書いているので、そちらもぜひ良ければ、ご覧いただければと思います。はい、では以上で終わりとなります。Have a nice tech life!